ラズヤ君、はい、お願いします。そうですね、双子に生まれて恨んだ瞬間、やっぱりいっぱいあるんですけれども、うん、あの幼稚園ぐらいの頃に家族で遊園地に行った時にですね、いやいや、この2人連れて遊園地行ったんだから遊園地それ行きますよ、って行きます。かわいそうなお母さんやなと思って。そんなことないです。かわいそうなんですか。その頃はちっちゃかったんですか。かわいかったあんなハンサムとかこんな美人連れてよ、あのなぁ、行くねって遊園地行くだけど、ちっちゃい頃の写真めっちゃかわいいですよね。かわいかったんですよ。はぁ、この子の下2人よ見てて。そう、でやっぱりちっちゃいんでちょこ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 2人で走り回るんで、お母さんとお父さんで見切れないんですよね。こっち見てるとどっか行っちゃった。まあ男の子やしね、すぐ迷子になりまして、その時も拓也が迷子になっちゃいまして、でみんなで探したんですけど全然見つからなくてですね、で困り果てたお母さんが急に僕の顔を掴んで周りの人に、すいません、こんな子見ませんでした。そいつじゃダメなのかって。ものすごい恥ずかしいですよ。そうか、顔の服装の説明すごい早いもんな。そうなんですよ。それ何度かやられたことあるんですけど、一回も見つかったことないんですよ。それ成果は出ないんですよ。そうですね。はあ、よくやりましたよ。何が？あのスーパーとか買い物行って、で2人で行ったのにはぐれてしまった時、私と同じ顔の人見ませんでしたかって声かけて回りました。私もあります、迷子になった時にこんな感じの子見ませんでした。探して、でもやっぱり成果は上がらなかった。待ち合わせ場所とかで、待ち合わせ場所の時に、あのお姉さんが先にカフェとか行った時に、私と同じ日本語ペラペラやねん。なんで喋られへんって言うたんや、その前に。まあ、今あの私と同じ顔の人がいるかどうか、カフェに入る、入らなくて、もういますかって聞けばすぐ、あ、あ、います、います、います、私と同じ顔の人がいますか、いますかって言えば、もうこれ全員これ正月集めて神経衰弱したいな。本当に多すぎ、多すぎ、ピーコー、すぐわかるよ。これはすごいね。あの、やっぱ自分をちょっと見れますからね、こう、俺こんなんなんだっていうのを、双子だと。そうか、はい、あ、俺後ろから見るとこんなんなんだ。そうか、あんたたちそれ見たら、あんた変えようとしなさいよ。あんたたちで絶対それはね、嘘だと思うよ。本当ですよ。寝顔、ね、こんな俺寝顔してんだとか。やだ、やな、双子。自分の顔が寝た顔が同じ顔でこんな顔なんて言ったらちょっとバカみたいな。一緒に買い物に行くと、あ、気に入った服があるとちょっとマナ着てって、マナ着たら似合うかどうかが分かる。でこっちとこっちのワンピースどっちがいいかなって言ったら両方着てる。バカなのよ。何のバカなのよ。似たら似合う、似合うか似合わないかなんか分かるじゃない。バカだ、バカじゃない。見れんねんから、これは気に入った服の後ろも見たいんですよ。後ろだ、くるくるくるっと回れば後ろがないんだ。後ろは何言ってんの。だから、見れば後ろ見えるか。そんなんだ、ジャイバー、何こんなんだ。真後ろ、真後ろ、真後ろばっかり。わからないの、何気な66やな。